まずは長身のサウスポーです。マイケルナンからご紹介します。アメリカアイオワ州ダベンポート出身の34歳です。84年にプロデビュー後連勝を続け、88年フランクテートに9回 TKO 勝ちし、 IBF 世界ミドル級タイトルを獲得。このタイトルを5度防衛した後、92年にはビクトル・コルドバに12回判定勝ちし、 WBA 世界スーパーミドル級タイトルを獲得。でこれは4度防衛に成功しています。しかし94年2月にスティーブ・リトルに12回判定負けし、このタイトルを失いまして、その10ヶ月後今度はフランク・ライルズの持つ同タイトルのタイトルマッチでも12回判定負けしています。で今回は階級を1つ上げて3階級制覇を狙います。戦績は55戦52勝3敗、52勝のうち34の KO 勝ちがあります。こちらもパワフルなサウスポーです。グラシアのロッヒジアニ、ドイツラインハウゼン出身の34歳です。83年にプロデビュー、ドイツを拠点に連勝を続け、88年ヴィンセント・ボールウェアに8回 KO 勝ちして空位の IBF 世界スーパーミドル級タイトルを獲得。これを3度防衛しています。そして94年クリス・ユーバンクの持つ WBO 世界スーパーミドル級タイトルに、95年にはヘンリー・マスケの持つ IBF 世界ライトヘビー級タイトルに挑戦しますが、いずれも12回判定負け。95年にはヘンリー・マスケの持つタイトルに再度挑戦しますが、12回判定負けに終わっています。今日は9年ぶりの王座復帰を狙います。戦績は44戦39勝4敗1引き分け、39勝のうち19の KO 勝ちがあります。はい、ベテラン同士の王座決定戦です。はい、という、まあ、小泉さん、これだけのキャリアありました、特にマイケル・ナン、これ3階級制覇狙うんですが、ずいぶんテープの方もご覧になったんじゃないですか、両者の。まあそうですね、まあ、2人ともそのこれまでタイトルマッチもかなりやってますからね、ただ面白いのはですね、マイケル・ナンというのは同じサウスポーでもですね、はい、顎を突き出してですね、アップライトなんですよね。それでロヒジジャニっていうのはですね、逆に覗き見スタイルっていうか、これでガードしていってグイグイ入ってくるファイターだ、ね、はいはい、だからこれファイター対そのボクサータイプ、まあ、そういうことでですね、スタイルの対象も面白いと思いますね。試合の前にね、ちょっとそのスタイルを確認しておきたいと思います。ここで両選手のですね、それぞれの VTR ダイジェストでご覧いただきましょう。まずはマイケル・ナン対94年の映像であります。随分懐かしい感じがしますけれども、まあこの試合はですね、バンクラスで敗れたんですけどね、はい、申し遅れました。白のトランクスがマイケル・ナンです。黒のトランクスがスティーブ・リトル。このマイケル・ナンというのはちょっと生クラなところがあるんですね。その調子にムラがありますね。シャープな時は本当に素晴らしいものを見せるんですけれど、そのリズムを崩されるとですね、そのシャープさを発揮できないで、こう相手のいいパンチ食ってしまうところもありますね、はい、これでスーパーミドルのタイトルを明け渡しました。さて一方です、グラシアのロッヒジアニ、ドイツ人は同じドイツ人のヘンリー・マスケと対戦しています。これ皆さん記憶に残っていらっしゃる方もいると思います。95年5月27日の試合です。浜さん、これは、まあ、ドイツ勢同士の対戦ということですごい盛り上がり見せましたね。まあ、その時のドイツ国内でのスーパースターヘンリー・マスケ王座交代劇があるかなと思うような試合です ね。この内容は特にラストラウンド本当にもうノックアウト寸前ですよね。本当そうですね。まあ当時のこの時のチャンピオンヘンリー・マスケの一番苦手としていたタイプなんですよね。あ、もう徹頭徹尾攻め込んでくるファイターですよね。はい、まあ、結局この時点ではヘンリー・マスケがタイトル防衛に成功したわけです。はい、という、まあ、両者のスタイルをご覧いただきました。さてこの試合の見どころなんですけれども、はい、どの辺になりますか。場所は、第2位のロヒジアニの地元ドイツベルリンで行われますけどね、はい、浜さんどの辺に、はい、
まあ、さっき小泉さんの話でもあった通り、私も大体同じなんですけどね、はい、両方ともスタイルが全く違うんですよね、同じサウスポーであるんですけど、マイケル・ナンはストレートで、行きたいわけですよ、はい、ロヒジャニの方は冷たいわけですね、だから誰の距離でやるかで流れは大体つかめるかなというふうに思いますね。そういった距離を取るのうまいのはどちらだと思いますか。マイケル・ナンは自分のリードが当たって相手がそれで入ってこれなかったらマイケル・ナンでしょうね。あ、そしてロヒジャニの場合はブロックの上を打たしながらでも詰め切れること、はい、小泉さんはどうでしょう。そうですね、まあ、一発のパンチっていうのはロヒジャニの方がありますね、はい、ところがですね、そのうまさ、そういう点ではですね、その駆け引きのうまさっていうのはマイケル・ナンの方が上ですよ。だからここでですね、やはりあの浜さん言われた距離の取り合い、そしてポジション その取り合いですね、はい、だからこの辺りでですね、ファイター対ボクサータイプ、どっちがペースを取るかですね。ロヒジアニというのはもうずっと地元ドイツでこれまでキャリア積んできて、この45戦目もそうなんですが、やっぱりドイツ1回も海外出たことないんですよ、はい、一方のですね、マイケル・ナンというのはドイツで初めて試合を乗り込んでくるわけですね。で、今までフランス、メキシコ、あるいはイングランド、エクアドル、こういったところで試合やってるんですけども、初めてこの辺 の土地、まあ、土地勘といいましょうかね、そういった事情は浜さんどう思いますか。まあ、それはロヒジャニをするといつもの雰囲気ですよ ね、はい、そうですよね。あとマイケル・ナンはどっちかというとそんなに繊細じゃないわけですよね、神経使う方じゃないですから、海外でやってもどこでやってもあんまり変わらないんじゃないかと思いますけどね。そうですか、マイケル・ナンファンは安心したかもしれませんけれども、はい、さあ早速ご覧いただきましょう。そういった状況下です。この試合は3月21日ドイツ・ベルリンで行われました一戦です。どうぞ。こちらがランキング1位のマイケル・ナンです。3階級制覇を狙います。 Und in the blauen Ecke, the blue corner, weighing 79.3 kilo, mit schwarzer Hose, wearing black, his professional record, 44 bouts, 39 victories, 19 knockouts and one draw. Ladies and gentlemen, presenting, meine Damen und Herren, presented, der ex-Europameister und Ex-Weltmeister aus Berlin, Deutschland, Graziano, Rocky, Rocky, Gianni. こちらはランキング2位のグラシアノ・ロヒジアニです。ドイツ人、WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦。新しいチャンピオンをかけて戦います。ロヒジアニが勝ちますとおよそ9年ぶりに王座に復帰という形になります。場所はドイツのベルリンで行われます。今映ったように1万を超える大観衆であります。さあ試合が始まりました。WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦です。試合が始まっています。白と黒のトランクスがマイケル・ナンです。この白を基調にしたトランクスです。黒を基調にしましたトランクスがグラシアのロヒジアニです。新しい王座、新しいチャンピオンをかけました一戦。身を出していきます。マイケル・ナン、両者ともサウスポーの対戦です。かつてマイケル・ナンは IBF のミドルのタイトル防衛5度、そして WBA のスーパーミドルのタイトルを防衛4度、まあ、この2つ目のタイトルを失ってから一度
WBA のスーパーミドルフランク・ライズに挑戦したんですが、これは敗れています。マイケルなんであります。本当に息の長い選手。この試合にはですね、日本の、その森田健さんがジャッジに行ってるんですね。あ、なるほど。1週間ですかね、前にその行ってですね、試合が延期になったんで一旦ドイツから帰ってきてですね、またドイツへ行ったらしいですね。わあ、ご苦労ですね、それはね。さあ、パンチを浴びせていきます。これはガードの上です。硬い硬いガードです。ロッキージャーニー、こう顔をすっぽりと覆ってしまいます。いわゆるこれ覗き見スタイルと言ってもいいですか。そうですね、これで距離を詰めてくるわけですね。さあ来ました、コーナーに入ってしまいました。手で相手を抑えてはいけないって言って今注意ですね。なるほど。さあどちらかおっと左を打っていきます。クロントランツ、地元のロッキージャーに勝ちますと、浜田さん、はい、なんと9年ぶりの王座復帰というんですから、一気の長さをね、改めて感じますよね。まあ、ロヒジャンのスタイルからすると全然打たせないわけじゃないんですよね。ガードの上から打たせてますからね、はい、それでこれだけ長いということは体が頑丈な選手なんです ね、 ね。ロヒジャンに短く刈り上げています。これまで一度も海外で、おっと左、ロヒジャンに試合をしたことがありません。海外では試合をしたことがありません。グラシアのロヒジャンに観衆は1万人を超えています。まもなく第1ラウンドは30秒を切ります。よく浜田さん、手が出ているのは何と、ここまで言っていいですか。いや、マイケル・ナンのいいですよ。いいですね、いいですよ。マイケル・ナン、白のトランクス、この辺ハンドスピード利用します。くるくる回したりするレシアも以前のままです。たまにこういうことをやりました。ここでゴングです。第1ラウンドを終えています。第1ラウンド、さあ小泉さんどう見ました。まあ、このラウンドはマイケル・ナンのポイントに振り分けるんだったら行くべきでしょうね。というのはロヒジャニアですね、はい、完全に防御してるんですけれど、もう打たせてはないんですけど、自分は手を出してませんからね。これ振り分けるんだったらですね、これやはり構成点評価すべきでしょうね。3階級制覇を狙います。4年ぶりの王座返り咲きなるかというマイケル・ナン、一方9年ぶりの王座復帰になるかというグラシアン・ロヒジャニです。ラウンド2、第2ラウンドです。 WBC の世界ライトヘビー級の王座決定戦です。まあ、この WBC の表記に日本も従うではないかという動きになっておりまして、しかしこのライトヘビーというのは、小泉さん、このライトヘビーのままでいいんですか。そうですね、まあ、これはもう歴史的なクラスですからね、はい。まあ、フライ、バンタム、フェザー、そうそう、ライト、ウェルター、ミドル、ライトヘビー、ヘビーですよね、昔、はい、8階級で、いろいろそのジュニア階級間にその入ってきたわけですね、はい。まあ、ジュニア階級 の、 その増設で、ね、批判する人もいますけど、できるだけお互い対等な体重体格で、はい、その戦わそう、そういうメリットもあるわけですね。なるほどね。おっと飛び込んで右です。なかなか力強いパンチを打ち込んでいきます。ロッキージャーニー、39勝のうちの 19KO 勝ち、もっと KO 勝ちがあってもいいんではないかという、そんなパンチを持っていきます。ロッキージャーニー、レフェリーが一回中に入りました。あ、今いいパンチですね、はい。両者のウェイトは一緒です。78.9kg、 両者ともこれはウエイトが揃いました。そしてマイケル・ナン、身長は 185cm、 それよりもランキング2位のロヒジアニが 4cm ほど上回っています。 189cm です。右肩越しからリードブローを打ち込んでいきます。左返しました、ロヒジアニ。浜さん、ロヒジアニのこのガード高くて硬そうですね。いや、本当にこのブロック硬いですよ。まあ、いくら硬くてもタフじゃない選手はですね、はい、ガードの上から打たれても効きますからね。まあ、そういった面ではガードも硬いしタフであるということですね。ノーガードです。ああ、ノーガードなんですが、入れ込まれました。左を返します。まず右が入りました。左も少し入っています。また左、マイケル・ナンはそういったやり方よくするんですよね。まだ残り1分あります。しかしコーナーに入っています。これは結構きつい状況なんじゃないですか。左、うん、まあ、結構プレッシャー感じたでしょう。あと、またやりました。その辺の裏側、ガードの上手を受けます。
エルボーガード、エルボーブロックをします。顔を完全に隠しました。そのよう超射なく速いスピードで打っていきます。マイケルナン、お出血、左目切りましたかね。ロフジアにね、この距離が詰まるとですね、ガゼン手が出てきますね、このロヒジアンに、白い方が赤い出血で、汚れています。左の顔面です、ロヒジアに。今肘を使うなって注意を受けましたね。左当たってはいません。詰めてきます。距離が詰まったロヒジアに、この距離を取りながらの戦い方になります。マイケルナンです。これが56戦目のベテランであります。一方のロヒジアにも同じ45戦目というベテランであります。まもなく第2ラウンドはゴングです。ゴングが鳴りました。第2ラウンドを終えました。このラウンドは私はロヒジアニのポイントにしますね。10対9です。心配そうなロヒジアニの奥さんの表情です。コーナー追い詰めてですね、いいパンチ入れましたね。肩越しの左クロスですよね、はい。もうマイケルナンもパンチ出してるんですけど、まあ、ブロックされてますね。まあ、地元ドイツということもありまして、だいぶファミリーの方を、気にして映像を作っております。1万人以上入りましたドイツのベルリンでの会場です。 WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦、マックス・シュメリングホール、マックス・シュメリングって、まあ、あのドイツが生んだ世界ヘビー級チャンピオンですよ、はい、そんなを取ったマックス・シュメリングホールらしいですね。ああそうですか。さあ第3ラウンドです。ロイ・ジョーンズが返上しましたベルトを、この2人が争っています。勝った方が新しいチャンピオンになります。どちらも以前、ベルトを持っていた、キャリアを持っています。マイケルナンとグラシアのロッヒジアに、今までマイケルナンが IBF と WBA の2つのベルトを持っていました。時期はもちろん違います。そしてロッヒジアニが IBF のベルトを持っていました。ですからこの WBC のベルトはどちらもかつて持ったことがないということになります。積極的に距離が詰まりますと、浜さんやっぱりこの手をかなり出してきますね、はい、ロヒジアニは。まあそうですね、ロングでのパンチはあんまり出さないんですけどね、ロングでやはりマイケルナンの距離のが勝ってるんでしょうか。そう、それとロングで出した場合はどっちかガードが空いてしまうわけですよね。なるほど。その場合に打たれる可能性があるわけですよね。徹底して自分のガードを守りながら攻撃になります。だから結構ロヒジアニの場合はまあ、強引そうに見えながら慎重な選手ですよ。中途半端な距離から変な打ち方しないですから ね結構性格は荒っぽいと聞くんですが、こういった戦いっぷりをしますグラシアン・ロヒジアニ、うん、まあ、性格は荒っぽいでしょうね、ただボクシングに関してはそういった荒っぽい中でも何でも打たれながらでも打っていくっていうのはいつかは倒れてしまいますから。なるほど、はい。このグラシアン・ロヒジアニにしばらく試合間隔が空いてしまいました。前回ラストマッチというのは97年の3月22日になりますから、ほぼ1年ぶりの試合です。ほぼ1年ぶりの試合を行っていますグラシアン・ロッヒジアに。一方のマイケル・ナンも時間が経っておりまして、ラストマッチが7月5日、8ヶ月半ぶりの試合になりますね。両者ともこれは勝ちを収めています。前回の試合しばらく時間が空きましたが、このもう1回ベルトを巻くチャンス、機会が巡ってきています。接近するとロヒジアにパンチ当てるのなかなかうまいですね。ショートパンチでですね、いいパンチ当ててきますね。このガードをこじ開けるのはなかなか大変そうです。さあ詰めてきました。ここからはロヒジアにのパンチの出し所です。まずはボディへブロー。まあ昔のなんだったらですね、はい、こういう相手の接近戦攻撃ですね、はい、これ難なく避けたと思うんですよフットワークがありますから、今のナンはですね、昔ほどフットワークがそのうまく使えないんですよね。難儀するわけですね。そうですね、そっちの方がうまいですね、はい、コーナーに入りました。さあ体を寄せ合いますが、ここでゴングです。第3ラウンド終了いたしました。これはアクセル・シュルツですね。ジョージ・ファーマンといい試合しましたね。今のラウンドも私はロヒジアニのポイントにしますね。まあ、有効なクリーンヒットっていうのを考えるとですね、何のパンチはそのブロックされてますね、はい、接近してからですね、やはりそのクリーンヒット当ててますよね、うん、そうですね。
うわーすごいですね先ほどはすごく心配そうな表情を見せていましたが、代表的に今度は立ち上がって気合が入っています。そうな奥さんにもありますね。第4ラウンドに入りました。 WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦です。第4ラウンド、浜田さん、この硬いガードなんですけど、はい、マイケル・ナンとしましてはこれ、勝ちを収めるためにはどのようにこれ崩していったらいいんでしょうね。1ラウンド目の方法というのはいいんですよ、はい、ただプレッシャー感じながらではありますけどね、あれをロープに詰まるんじゃなくてやってればなかなかロキシアに近づくまでは手出さないですから。結構ロシジャンも慎重ですよ、マイケルナ。ロシジャンの方はもう徹底してこの戦法なんでしょうね。もう変わらないですね、ガードを固めて近づいて近づいて、はい、自分得意なパンチをこの入れてきます。ショートレンジのこの戦いぶり、ブラジアンロシジャン出血は止まっていませんが、さほど気流するほどではないようです。まあ、あと1ラウンド目のボクシングと、もう一つはですね、それはまあちょっと、若干危険も伴うやり方ではありますけど、はい、打っていながら、まあ、マイケルなんか打ってですね、それでもレヒジャーニーはどんどん前に進もうとしますから、そこでどっかいつか必ず打ち返そうとするところがありますからね、そこはガード開きますからね、そこは今の感じで回転をつけていれば、はい、相手が空いたところをすかさず打てるわけですよ、はい。まあ、その分スタミナも必要ではありますけどね。そうでしょうね。まあ以前ならともかく、もう34歳になっています。しかもウエイトが上がっています。あれだけのハンドスピードを続けながら、その保つことができるか、チャンスを待つことができるかですが、ああまだ突っ込んできます。マイケルナンの手が読みますと、ロフィジアニがすかさず距離を詰めていきます。あと53秒52秒です。まだ時間は十分あります。この後の展開はどうなるでしょうか。第4ラウンド、顔を背けながら距離を取ります。まあ、昔のマイケルナンはですね、もっとボディーワークがですね、はい、そのうまくできましたね。だから相手のパンチをですね、スウェーバックしたり、そのヘッドスリップしたり受けられてるんですけど、今はですね、状態が、あ、今いいパンチですね、右フックは顎の先端ちょっとかすりましたね、はい。数多くの対戦者と試合歴戦を重ねてきました。ここでゴングです。ゴングじゃないですよね、時間残ってますもんね。おそらく10秒前間違えたんでしょう。あ、10秒前の合図、少し間違えてしまえたようです。ドイツのロフィジアニ、ここでゴングです。私はこのラウンドもですね、相手に与えたダメージを考慮しまして、有効なクリフィットの差でロフィジアニですね。そうですか。だからナンスタイルがですね、今のところ効果発揮してないですね。だから多分セコンドではですね、そのロープ際から離れろと、早めに回り込めと、リングの中央で戦えって何に指示与えてると思いますね、はい。マイケルナン、まあ、フルネームはマイケル・ジョン・ナンということなんですが、まず最初にタイトルを取ったのがフランク・テイトと争って手に入れたものです。これが88年の7月です。もう随分前ということになります。そのタイトルを5度防衛に成功いたしました。その中にはアイランバークへ、あるいはパンチでノックアウトした、あの鮮やかな、はい、そのノックアウトありますね、1ラウンドですよね。それからフランク・テイトをノックアウトした時には綺麗なサウスポーのリバーパンチでノックアウトしましたね、はい、カオサイ・ギャラクシーみたいな倒し方しましたね。 あれも印象に残りますね。そうですね。まあ、それが最初のタイトルを取った時でありまして、これがミドル級のタイトルでした。ミドル級からスタートしています、はい。ところがジェームス・トニーに番狂わせで敗れてですね、まあ、一種のあれはフロックだなって思ってたんですけれど、そのジェームス・トニーがですね、はい、やっぱり強いチャンピオンに成長していくんですよ ね。歴史はどんどんと作られていきます。第5ラウンドに入りましたが、 WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦、
3回目の王座獲得になりますか、マイケル・ナン、あるいはこのロキジアニ2度目の王座獲得になりますか。ぐいぐい詰めていきます。相変わらずの戦法です、ロキジアニ。マイケル・ナンの2度目の体感というのは、ビクトル・コルドバと争って判定勝ちを収めたものであります。初防衛戦でそのビクトル・コルドバを同じく判定で退けました。この2度目は4度タイトル防衛に成功していますマイケル・ナン。ところがスティーブ・リートルにバンクラスで敗れたんですよね。そうですね、なかなか防衛というのも難しいです。深い中に入りましたレフリーです。4ラウンド目から結構マイケル・ナンのボディーブローもいい感じで打っちゃいますよ。あ、そうですか、はい、これ後半行って効いてくればいいんですけどね。このラウンドサイドボディよく打ってますね。というのは顔面打ってもですね、相手のその覗き見ガードですね、はい、ブロッキングが硬いんでですね、多分ボディのサイドを打つようにその指示があったんじゃないですかね、セコンドから。なるほど、さあ1回クリーンファイトということで間に入りました左ロヒジアニ。またこのハンドスピード数多く打って中に入り込んでいこうというマイケル・ナン、ボディを払いました。左を返していきますロヒジアニ。マイケル・ナンは沈み込みます。頭を下げました左、左から右、危ないところです。マイケル・ナン追いかけますロヒジアニ。やっぱりマイケル・ナンのパンチもブロックの上そしてブロックの中、結構いいパンチ、軽いんですけど入っているんですね、そしてマイケル・ナンが打たれた時の打たれ方ですよね、はい、効いてはないんですけど体を起こしてのけぞるわけですよ、それを見栄え良くないですね。あ、そうですか、うん、ご覧のような会場で行われています。そうするとジャッジ、まあもちろんお客さんはそれで、有利に見えますからね、ただジャッジはどういうふうに、ボディのサイドですね、これ打ったパンチの効果を取りますね。これだけ相手がですねガードが硬いと相手のガードを開かせてガードの間をですね、はい、その貫くパンチを打つか、あるいはサイドですね、はい、もうボディのサイドを打つかですね、どちらかということに絞られてきますかね。今のところはそのマイケル・ナンはですね、はい、ボディのサイドを叩く作戦を取ってますね。そうです。続いて第6ラウンドに入りました。ご覧のような3階席でしょう、上の方からも見下ろせるような大きな会場です。1万人を超えています。マイケル・ナン対グラシアのロヒジアニの王座決定戦であります。ランキング2位のロヒジアニの地元ドイツで行われている試合。小泉さん、最近のドイツは割とこうもともとテクニシャン好みのところがあるということだったんですが、その通りまあヨーロッパはテクニシャンも多いのかと思いますが、ロッピジアニはちょっと系統が違います。しかしですね、やはりまあ、テクニックの上に成り立ったファイターですよね。あ、なるほどね。でアメリカのですね、はい、まあ、メイトレーナーですよね、エマニュエル・スチュワードがついてて、それで、まあ、ヘンリー・マスケ戦なんかもやったんですけどね、はい、この試合の1週間前にエマニュエル・スチュワードと喧嘩別れしたんです。ああそうなんですか。それはですね、オスカ・デラホーヤがそのエマニュエル・スチュワードと別れた原因と同じだと思うんですよ。これ推察ですけどね、やっぱりもっと自分についてほしいと、エマニュエル・スチュワードはですねレノックス・リースにもついてるし、そしていろんな他の選手にもついてますからね、試合の直前に来るわけですよね。ちょっとね、八方美人的なところありますからね、まあ、体一つですからね、なんかそこでですね、選手はですね、もっとその長く自分についてほしいと、思いますよね、やっぱりね。そうですか、直前に分かれています。あ、そのロヒジアニがどん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 前へ出ていきます。ちょっとこれ浜さんもらってませんか。いや、今だけなんですね、はい、ほんの2、3発、はい、今までの流れは良かったですよ。そうですか、マイケルナ、はい、いい感じで足も動くし、はい、そしてガードの中から入るしですね。なるほど、早い。ただやっぱり敵地なんでそれでお客さん分からないでしょう。そうでしょうね、はい、
ガードの上から結構打ちながらロヒジャンのロヒジャンを通したところいいパンチ入ってますからね、はい、出てくるところをボディを叩きましたロヒジャーニ。距離を置きます。左に持っていきました。常にこの距離を試しながらマイケル・ナンを戦っていますが、それを詰めよう詰めよう。打ちました。左に返しました。アドビンです。打たれ方ですよね。のけぞりながらパンチはほとんど殺してるんですね、マイケル・ナンは。はい、ただ打たれてのけぞってるように随分見えますよね。そうですね。これが地元のドイツでどういう判定になりますか。ゴングです。私はこのラウンドを何のポイントにしますね。ロヒジャンのそのユコダこれ少ないですよね。してラウンド全般にわたってまあその手打ちだしそのナックルの当たり甘いんですけれどそのペースを仕切ってますね。尻叩かれる感じしますねあれ。最初の心配そうな顔どっか消えてしまいましたね。こちらはマイケル・ナンの奥さんでしょうね。はい、こっちはやっぱり心配そうです ね、 ね比べてもなんですけれども戦っているのは、旦那さんたちですがマイケル・ナン対グラシアのロヒジアニ。ラウンドは第7ラウンド、マイケル・ナン対グラシアのロヒジャニの一戦。ボディブロー、そしてまたボディ払っていきます。これはちょっと距離がありすぎました。白のトランクスがマイケル・ナン。この試合勝ちますと4年ぶりの王座、そして3階級制覇という偉業になります。一方のロヒジャニ、この試合勝ちますと、まあ、およそでありますが9年ぶり王座に復帰ということになります。これもすごいことです。まあその間ずっと戦い続けているわけです、引退したわけではありません。まあヘビー級などではジョージ・フォアマンが10年の時を超えてね王座に返り咲いたとかそういうのがありますけれどもずっと戦い続けまして10年目またまたチャンスが巡ってきたというグラシアン・ロヒジアニです。まあもちろんロヒジアニその間も小泉さんチャンスは恵まれてたんですよね。比較的ね WBO のタイトルあるいは IBF のタイトル挑戦はしてますよね。そうですね。まあしかしですね勝てなかったんですよね、まあ、ヘンリー・マスケっていうのがですねまあその相手からすると非常に捉え難い選手ですね。なんていうんでしょう難攻不落戦いづらい相手本当に相手ですよね。ただ初戦の12ラウンド目はもう本当にもうあと30秒あったらノックアウトしてたでしょうね、そんな感じでそのぐらい追い詰めました。だから再戦がすぐ行われたんですけどね。しかしそれも敗れ去っています。2度目はやはりヘンリー・マスケはですね警戒してですね、相手の距離にですね耐えきれなくなったのか抱え込んでしまいました。いやボディーブローを嫌がるようになってきたんですね、はい、ようやくこの辺効いてきたわけですね。そうですね。じゃあそして疲れた時のボディーブローはもっとスタミナ消耗するんですよ、第7ラウンドボディを嫌がり始めました。このラウンドの最初マイケル・ナン良くて、はい、中盤ロキジャーニがどんどん攻めたんですけどね、やっぱりボディブロー効いてきてるせいでそれ以上強いのいかないですね。ああそうですか。また手数を増やしています。ロヒジアに追いかけることができません。ちょっと前のラウンドとは様相が違うようです。一発右を返しましたロヒジアに。この辺はかわされてしまいます。マイケル・ナンがパンチを打ち込んですかさず体を入れ替えます。残り10秒です。左ダブル、ナンも左を返します。左同士の対戦というのを少し忘れてしまいそうな一戦です。第7ラウンド終了しました。このラウンドはですねマイケル・ナンのですねその、まあ、ケイダ連打戦法ですね。パンチは軽いんですけどですねその軽いパンチで打ちまくってで、まあ、たまにいいパンチはありますけどロヒジアニ の攻撃がですね相手にダメージ与えるまでは
ってないですよね。はい、往年のドイツの名チャンピオンの名前がかぶされました、冠されました。この会場で行われています WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦です。マイケル・ナン対グラシアン・ロヒジアン、第8ラウンドに入りました。右を打っていきます、マイケル・ナン。まあ、なかなかルフィジャーに前に今出れないですよね。そうですね、ガードの打たせたまま、やっぱりあのボディブローも打たれてるし消耗してきてますね。右のストレート左を返します、いずれも入ってはいません。ルフィジャーのパンチです。マンがこれまでのキャリアで敗れたのが3敗、3つ敗れています。ジェームス・トニー、スティーブ・リトル、そしてフランク・ライブス、この3人に敗れています。右手で相手を伸ばして、ね、突進を止めたということですけど、このレフリーはよくその行為に対して注意しますね。あれほど普通注意を受けます、いや普通は受けないですね、まあ、あの払えばいいわけですよね。ただ厳密に言うと反則は反則なんですよね、はい、というのは背の高い相手がですね、背の低い相手にこうして、例えば肩でも押さえつけてですね、はい、そのまあ、昔のサンデーサドラーがですね、小柄な選手をその押さえつけるみたいにされると試合にならないんですよね。確かにそうですね。だからやはり腕っていうのはパンチ打つためのものなんですけれど、はい、これ使用頻度の問題なんですよね。なるほど、たまに使うとですね、そのレフリーはそんなに文句は言わないんですけどね、うん、まあ私が今見ただけで3回注意されてると思うんですよね、はいはい、マイケルなんか、そのたびに試合が中断するわけですよ、はい、まあ、レフリーもうまいレフリーなんかになると、あの試合はさせながら言葉で喋ってそのままあの試合続けさせるんですね、一時止めないですね、はい、だからレフリーも試合の流れを止めないというのは大事ですよね。まあ、統一はされているはずですけれども、レフリーも人間ですので個人差がやっぱり出てしまいます。左、おっとこれを返しました、また詰めていきます、体全体を使って食い止めておいて身を出します。ロヒジアニ残り14秒、葉っぱを打ち上げます。一方ガードの上を叩き込んでいきました、マイケル・ナン。全部ガードの上です、マイケル・ナンのパンチ、左ボディブロー、今のボディブロー良かったですね、はい、盛んに奥様を押し出しています。第8ラウンドまで来ています。今のラウンドはちょっと難しいですね、はい、もうこのラウンドの終盤にですね、ロヒジアには確かにいいパンチ入れたんですけどね、そのラウンド全般通じたそのマイケル・ナンのですね、その軽いんですけれど、そのガードのサイドあるいはボディ打ってるようなパンチとどちらを取るかですね、私はラウンド取るまでには至らないと思います。だからナンのポイントにしましたけどね、はい、ということはマイケル・ナンが5ラウンドから8ラウンドまで続けて4つのラウンドを取ったことになります。ただ難しいですね、今の8ラウンド目、そうです、クエスチョンラウンドということになりました。第9ラウンドです。1位と2位の対戦です。王座を決める、王者を決める一戦です。ここまでの全ての戦い、ランキング2位のロヒジアに全てドイツで戦っています。ロヒジアにはですね、もっと強引に前出てですね、距離詰めて自分の距離にしてしまって手を出すべきですね、はい、今やってるように逆に何のボディを打ってですね、何の足を止めたいですね。そのフットワークにスピードがないとはいえですね、マイケル・ナンはやはりサイド動きますからね、これ足止めてしまうともっと捕まえやすいですよね。相手をコーナーロープに追い詰めてですね、ロヒジアに得意のショートのですね、強いパンチを打ち込めますね。
逆に言うとマイケルの足が止まるとですね相手に捕まりますよ。はい、じりじりと追い詰められ始めて、まあコーナーに入りました。ニュートラルコーナーに入っています。ここは抜けてました。まあ、あのコーナーに詰まったというよりもですね、はい、マイケル・ランのリズムも出てきましたよ。おー、白のトランクス、マイケル・ラン手はそんなには出してませんけれども、おーっと左をついておいて、いや右をついておいて左を出していきました。レビー今強いパンチですね、ボディをします。今度はナンが返します。ロフィジアにクロス、マイケル・ナンがスウェーバック、体反らして避けた後が危ないですね。ねえ、ボディを打ちます。以前はですねディフェンスをつなげたコンビネーションディフェンスができたんですよ、はい、スウェーバックしてそれからサイドへ移って、そしてフットワークで回ってとシフトして、だから今のナンはですねその連続が2つか3つぐらいしかできないですね。あ、だからそこで相手追い込まれますよね、はい、右つきました。左ロフィジアに残り10秒切ります。左打ってきました。今危ないですね、危ないですね。ロフィジアにの当たればもう試合が決まってしまいそうな、そんな左のパンチ。ただですねあのやってる方からするとですね、もうあのもう9ラウンドまで行ってますよね、その時には今のロフィジアリの出したパンチっていうのは何回か経験してるんですね、はい、避けられる自信ができてるはずですよ。なるほどね、本人はもう自信たっぷりで避けてるのかもしれません。そういうただ、ね、疲れた時には、パンチは見えても体が思うように反応しないという場合に食う場合ありますけどね。ね、第9ラウンド終了しています。ロフィジアニですね、はい、まあその避ける能力っていうことを考えますとね、これ動体視力って言いますね、動いてるものを捉えるその能力、あるいは飛んでくるのをその避ける目ですけれど、これやはりスタミナに関係するんですね。だから目が捉えても体が動かないんですよね。だから避けられない、だからやはりこれはですねその動体視力を生かすためにもスタミナがいるんですよ。さて試合は第10ラウンドに入っています。 WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦です。右から左、動きが良くなっているマイケル・ナン。中盤はロープに詰まりっぱなしでしたけどね、こう潤滑油が体全体に行き渡ったんでしょうかね、まあいい感じです。ロフィジャンのパンチは思うようには伸びてこないなという、はい、感じを受けたわけでしょう。追いかけるロフィジアニの息切れというのは感じませんか。やっぱりボディも打れているしですね、ガードの上、いくらガードの上といっても何発も打たれるとやっぱりだん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 消耗してきますからね。そうでしょうね。さあ頭をつける距離まで行きました。ロフィジアニここからです。さあここからどうやって倒していきますか。連打、ナンは早く回り込むべきですね。前世紀ミドル級でしたらくるくるっと位置を変えていたと思いますけれども、スピードがやはりスーパーミドルに上がり、さらにこのライトヘビーに上がってまいりました。それから年齢も重ねています。それと昔はもっとパンチが切れましたよね。あ、まあ、軽いパンチでもですねもっとシャープでスナップが効いてました。オートに右をつきます。これも逃してしまいます。出ていました。まあ、個人差もあるんでしょうけれども浜田さん、それはもう人間はね年を取っていきますし、サビもきますからどうしようもない部分もあるんでしょうね。だからその時はまた、はい、その時のボクシングに切り替えればいいんですよね。なるほどなるほど。どうですか、そういった面ではマイケルなんていうのは年相応の切り替えっていうのはできてる選手なんですか。まあそういうよりもどっちかというと楽をし始めたなっていう感じを最近受けましたけどね。なるほどね。よくに強弱って言いますよね、全部弱ですよね。強いパンチないですもん、
たまにですね、見せかけのちょっと力込めた腰の回転したパンチ入れるとですね、相手威嚇できますから、そこで休めるんですよね、はい、不用意にこうして接近してパンチ持っていくと、このパンチがカウンターになった時は怖いと、そう思わせるもんがないんですよ。そうかもしれませんね。ルカロヒジアニはグイ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 、あどうぞ打ちなさいと、それでもう自分のブロックでそのお前のパンチなんか効かないよ、はい、で入ってきて、逆にスタミナ的にはですね、ロヒジャンのペースなんですよ。10ラウンド終了です。今のラウンドは結構いいパンチ食ってましたね。ナンガ、はい、ロヒジャンのポイントです。ロヒジャン、はい、9ラウンド10ラウンドとロヒジャンのポイントになっています。あ、これポイントは取り合いになってますね、結構いいポイントですよこれ。両者採点ではですね、8ラウンド目がクエスチョンマークではあるんですけどね、はい、このカットマン入ってるのはラルフ・シトロって言いましてね、今あのコンピュータレコードブックって、まあ、我々使ってますよね、これを一番最初にやったのはあのラルフ・シトロなんですよね。今そのサブやってたフィルマーダのがもう編集長になってやってるんですけどね、はい、さああと2ラウンドです。11ラウンド、その2ラウンドフルに使うんでしょうか。 WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦、ドイツはベルリンで行われています。1位と2位の激突です。マイケル・ナン、そしてグラシアン・ロヒジアニ、ともに昔から名前がある選手です。しかも両者ともサウスポー、34歳、似てる部分がかなりあります。スタイルはもちろん違います。前に出てきます。一方 の、 あの小泉さん、このロヒジアニというのはどうですか。以前もこう88年、チャンピオンになったことがありますが、その自分から比べるとスタイルというのは変わりつつあるんですか。やっぱり、まあ、パンチがショートで打つようになってますね。昔はもっとワイルドだったですね。あ、でこれがまあ自分のあったボクシングでですね、はい、だからまあエマニュアル・スチュアードに知られてですね、もう覗き見でグイ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 って、はい、その打つときはショートで強いパンチをコンビネーションで打つと。なるほど、左打ちました。だからそれがまあ左から右成功しかけたのがヘンリー・マスケ戦の第一戦ですよね。あ、まあ、今もいいパンチ入れましたよ。いいですね、盛り返してきました。マイケル・ナン、そしてロヒジアニ、いいパンチを出していきます。そうしますとこのスタイル完成というか、こう固めさせたのが、エマニュエル・スチュワードではないかという見方がだいぶできますね。強く、まあ、だからショートで強いパンチを打つと、だからエマニュエル・スチュアードもですね、オスカー・デラホヤみたいなタイプも、レノックス・ルイスみたいなタイプも、かつてのトーマス・ハンズ、ミルトン・マクローリーみたいなタイプ、まあ、選手おのおのでですね、そのやはり指導方法が変わってくると思いますね。左、お互いに左を出しました。あと1分を切ります。11ラウンド目、そう考えますと浜田さん、やはり、はい、あのトレーナーというのは大事なんですね。その本人の持っている力をどれだけ出させるか、そうですね、というのはトレーナーの腕の見せ所でしょうね。いいトレーナーに、もしその選手が本当に言うことを聞くならば、大きく大変身を遂げる可能性が、ね、あるわけですね。まあ、またトレーナーもただ技術面だけじゃなくて、選手の性格も見なきゃいかんですよね。そうですね、それが一番難しいとも、ね、言われていますけれども、30秒切りました。11ラウンド、まあ、あと、まあ、1週間前に喧嘩別れしたかどうか分からないんですけど、本番苦しい時になったらですね、トレーナーと、まあ、トレーナー選手セコンド、チームワーク大事なんですよ。あ、そうでしょうね、はい、ということも十分考えられます。それほど大事なトレーナー、そのエマニュエル・シューアドが今回はいません。クラシアのロヒジアニ、ゴンが鳴りました。このラウンドはロヒジアニですね。マイケル・ナンはですね、最初の30秒ぐらい素晴らしかったですね、サイドへ回りながらアウトボクシングしましたね。ところがですね、あのペースは続かないんですよね。やっぱ足が、そのフットワークが継続できないんですね、はい、だから結局ロヒジアにですね、捕まってですね、たまにそのショートのいいパンチを顔面もらってましたよね、鼻のサイドのところ、これ血止めやってるんでしょうね、おそらく。そうですね、いや
しかしこれ再三ドイツのテレビ局が放送局で作ってるんだと思いますけれども映像奥様をたぶらされますね。有名な方なのかもしれない奥さんなのかもしれませんもしかしたらかなり映ってます。さあラストラウンドです。ロイ・ジョーンズの返上しましたタイトル WBC 世界ライトヘビー級の王座決定戦です。ラストラウンド。なんかもっと勇気があればですね、アウトボクシングしときながら相手がその打ってくるところにですね逆にカウンター取れればいいんですけどね、結局相手打ってくるっていうのは至近距離ですよね、もう接近戦になってからですね。そこでナンがそのカウンター取れるかっていうとその武器を持ってないんですよ。ナンのボクシングはやっぱりアウトボクサーで、距離取ってこういうリズムボクシングなんですよね。ただですね強弱がありませんからね、弱弱弱ですからね左を突き上げてきました。これ相手にパンチがあればですねロヒジアニもこんなに容易に入れないですよじわじわと、両者はポイント計算どうやっていますか。浜田さんこれ結構クロスですよね、まあ、そうですね、マイケル・ナンはこのラウンドやっぱり最終ラウンド結構手出してるんですよね、ということはその辺は十分自覚しての戦い方ですね、まあ、そういうことでしょうね。一方の地元でありますグラシアン・ロヒジアニ、果たしてその地元という、まあ、有利といえば有利なんですがその辺をアドバンテージを持ってこのままもし判定に行ったら逃げ切ることができるんでしょうか、あるいは判定それを引く前に試合は終わってしまうか。ああいいパンチだ。さあ追いかけていきます。距離を取ります。マイケル・ナン耐えながらコーナーを三角形に利用します。完全に食い止めることもグラシアン・ロヒジアンすることができません。すり抜けていきます。あこれはもう最後このようにかわそうということなんでしょうか。マイケル・ナン、いやでも打ちながらの動き方ですよね今、はい、あそうですか、はい、倍は出てますよ今ボディちょっと効きましたよ、マイケル・ナンボディブローですか。いえロヒジアンですね。顔面をカバーしました。今20秒を切ります。このままどうやら試合は安定にもつれ込みそうです。ということはこのラストラウンドのジャッジかなり大事なジャッジということになりますが、さあまもなく最後のゴンが打ち鳴らされようとしています。試合終了です。まあ、ラウンド終了間際その左がもう1回当たりましたね。このラウンドもスコア難しいですね、2発いいパンチありましたよ。その左でそのマイケル・ナンがガード下げた時そのガツンと当たったパンチとそこからボディーブローですね。その2発以外はですねなんかペース取ってるんですけどもう全部ブロックされてるんですよね。私はここもクエスチョンマーク扱いでクエスチョンマークラウンド扱いでロヒジアンにつけますね。そうするとですね私は115対113ですね。ロヒジアン、ロヒジアンですね。新しいチャンピオンになりますかロヒジアン。9年ぶりの王座返り咲きの可能性が出てまいりました。こちらがロヒジアン。ナンがですね相手のパンチをもう少し、まあ、なんて言いますか避けるって言いますか殺してればですね、これミスター T ですね。ああペースは取ってるんですけれどそのラウンド終わってみるといいパンチを結構許してたと、はい、なんか有効なクリーンヒットっていう観点からはそのラウンドがですねロヒジアに行ってしまうとそういうラウンドがありましたね、まあ、イングリッシュコメンタリー言ってますね。有名な
脱ぎ捨たらしいですね、奥さん、奥さんね、ですからあれほど映すんですね、やっぱりマイケル・バッファーです。ホセ・ワン・ゲレスコーズ・ダウト 116-113 マイケル・ナン116-113、ナンリッチ・レイス・コーズ・ダウト良かったんですけど、これがロヒジアニ、はい、115対113、これは森田さんのスコアですね。あ、これが